公共曲第3番、ロベルト・シューマンの公共曲第3番、変補調調作品97、ライン、シーン4ー,ニー n r 3 s ドゥアーアップ97ラインナ社は、1850年に作曲され、1851年2月6日に、デュッセルドルフにおいて、シューン自身の指揮によって初演された。シューマンが完成した公共曲としては、 実質的には4番目で最後のものに当たるが、2番目の、ものは後年改定出版されて、第4番とされたため、第3番に繰り上がった。ラインの副題はシューマンが付けたものではない。演奏時間約35分。日本初演は1927年9月25日、日本青年館にて、この江秀でと新公共楽団によって行われた。シューマンの公共曲の中で最も早く、 日本で演奏された。フルートに、オーボエに、クラリネットに、ファゴットに、バルブホルに、ナチュラルホルに、トランペットに、トロンボーン3、アルトテナーバス角1、ティンパニ弦5部。速度、表情の指示はドイツ語による。変補調調。3、4拍子。そなた形式。第一主題が勢いよく提示される。キレ部音を使ったリズム変化で、 とうとうと流れる印象を聞き手に与える。第二主題は木管による哀愁を帯びたもの。コデッタは第一主題の動機に基づいており、この提示部は、シューマンの公共局の第一楽章としては唯一、反復指定がない。185小節目から始まる、比較的長めの展開部は、二つの主題や計画の動機を使い、後半で、ホルンの最下が第一主題の拡大型を郵送に、 示して、再現部へとつなげる。波長長。三、四拍子。中間部を二つ持つアババの形式。スケルトとされるが、開逆味は薄く、A はたゆたうようなリズムが特徴的。B は、異端長で、感覚器の柔らかい響きが目立つ。変異長長。四、四拍子。細かく見れば、ほぼブくぶかの形式と見られるが、各部の区分は、 あまり明確でない。A は木管による親密な表情で呼びかけるような旋律。B は弦による音階上昇の動機。C は逆に下降する動機が特徴的。金管はほぼ沈黙し、終始静かに演奏される。楽譜の長記号は変歩長調,調だが、実際の響きは変歩短調。4.4拍子。当初、 おごそかな式典の伴奏のような性格でと記され、ケルンでの数奇教就任式の儀式の雰囲気を模したことが認められる。金管がコラール風の一気の長い旋律を示し、これがカノン風に繰り返される。そこから派生した低弦の動きのある短い動機が加わり、再び初めの旋律に戻るという、ほぼ三つの部分で構成されている。この学章の素材が次の楽章でも活躍することから、 フィナーレへの助走としての性格も持っていると考えられる。変保町長調。2、二拍子。金冠のファンファーレを伴う活気のある第一主題が弦によって示される。第二主題は明確には認められない。金冠の倉庫がたびたび挿入され、祝祭的気分を盛り上げる。展開部では第四楽章の主題も登場し、 再現部に向けて長いクレッシェンドを築く。コーダで再び第四楽章の主題を用いて高揚し、全曲を明るく結ぶ。かつて、シューマンの公共曲は、様々な指揮者により、様々なオーケストレーションの変更が行われていた。その理由としては、楽器の重ねすぎを間引きするためや、楽器、主に金管の性能向上によるパッセージの旋律化などが挙げられる。 中でもこの曲はオーケストレーションに手を加えられる。機会が他の公共曲よりも多かったようである。代表的な例としては、マーラー版が挙げられる。一部で楽器の変更や、双方の変更がなされており、両端楽章では、トランペットとティンパニの出番が削減され、音量バランスの変更やテンポ変化の指示が加えられている。トスカニーニ、チェッカート、シャイン。 ライプツィヒゲバンハウス管弦楽団との新版、スダーンが、マーラー版による録音を残している。ブライトコップフーンとヘルテル社に依頼すれば、スコアの入手も可能である。他に、マーラー版のオーケストレーションを一部採用した指揮者としては、ジュリーに、ロジェストベンスキー、セル、ワルター、バント、メータ、パレー、セムコフ、ムーティ、フィルハーモニアカンなどが挙げられる。この中でも、 ジュリーに、ロジェストベンスキー、セルはかなり、マーラー版に近い。他に、レイボビッツは、マーラー版を下敷きとしながらもさらに手を加えた、さながらレイボビッツ版とでも言うべき録音を残している。興味深いことに、修理とは、パリ音楽院管弦楽団との録音において、レイボビッツとほぼ同じ変更をしている。このことは、レイボビッツが、 パリ音楽院で教鞭をとっていたことと何か関連があるかもしれない。ちなみに修理費とは、シュトットガルト放送公共楽団とこの曲を再録音しており、こちらも9録音とほぼ同様の改定を行っているが一部を原点通りに戻している。他にクレンペラーもマーラー版を下敷きとしながら一部クレンペラー独自の改定を加えている。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。